はい、じゃあ、これまたね、クリア語要素からやっていきましょうか。いやー、レンさんとほのかさんにね、まあ、トーヤとユウちゃんがすごい翻弄されてますけど、まあ、光圀が来たことでね、まあ、どういうドラマが起きるんだって感じですけどね。で、何騒いでんだ、お前だ。そう、光圀がいきなり出てきたんですよね。ほのかさんとレンさんのね、なんか、和気あいあいとした話に、水を差してきて、光圀にいきなり入ってきてね。すぐに。光圀、ここは風、ボイスなんやな。よう、あ、出た、久しぶりに来たな。よう。で、レンさん、レンさん。お、遅かったな、日和。あ、レンさん呼んでたんだ。アポ取ってたんや。さすがレンさん。遅いだ。約束の時間まで、まだ10分もあるじゃねえかよ。あれ、かけるくんより時間厳守タイプ。厳しいな。え、約束の時間まで、あと10分。あと10分。何をね。レンさん、うちではもう1時間はここにいるんですけど。レンさん何を予定してるんや。レンさんとかも早めに来てたんかな。なんか、ポーヤとユウちゃんに用があったのかな。え？え？ 二人ともどうやって行くよね。あ、また高輪台電。いや、いても立ってもいやいなくなってな。すまん。早めに来ちゃったってことかな。来ちゃった、早めに。お前な、他人を付き合わせておいて、それはねえだろ。レンさん、ちょっとね、なんか行動力など、思い立ったが吉日タイプか。すぐ動くね。てか、その子は、あそこ、初めましてかな、もしかして。ああ、すみません。挨拶もせんで。ああ、地味にこの赤属性同士の関わりは初めてか。錬人高校の赤谷ほのかです。今日は錬さんの付き添いで来てます。 付き添い。そうか、もう事前に一緒に、ね、約束してこっち来たのか。どうぞ、お気になさらず。貢ぐにはちょっと戸惑ってんちゃうかな。 付き添い？なんかよくわかんねえけど、まあ、いいか。あいつはなんか同級生っていうか3年生コンビですからね、ここはね。どうした？で、トヤ、ユウ。お前らなんで青葉たちと一緒にいるんだ？なんか一緒にいるというかね、勝手に来た。付き添い、ハッピーセットです、デンさんと。ねえ、ほの母さんは。なんでって。何？お前を待っていたところ、ちょうど彼らが来たのでな。少し話し相手になって待っておったのだ。たまたまいたってことか、じゃあ。ねえ、チャンピオンのトークを聞きに来たんじゃないんだ。すいません。ん？青葉さんと光圀さんはどんな関係で？それと、今日の約束って？そうね、青葉さんと光圀さんはね、なんか、お互いチャンピオンシップでね、ベスト16だったかな。で、光圀とデンさんが戦って、まあ、光圀がボロ負けにやれちゃったと。ちょっと光圀にはね、触れ合いたくない過去があるんじゃないですかね。うん、僕も気になる。そもそも光圀、青葉さんと知り合いだったの？ みんな言うね。まあ、それ気になるな。いや、知り合いってわけでもねえんだけど、いつだったか話さなかったか、とや。鬼もどうしても倒したいやつがいてたよ。なるほどね。負けたからもリベンジしてと。まあ、ちょっと光圀に操作してね、ちょっとレンさん倒してえな。うん、確か去年の。あ、それじゃあ。それが青葉なんだよ。まあ、それはね、もうチャンピオンシップで大舞台でさえ負けたら、さリベンジしたいわな。男だったらもう壁ぶち当ててかな。そのように思われていたとはな。強者の余裕だね、まさしく。うむ、悪い気はせんな。そうかよ。光 圀になんか虫の居所が悪そうだな。 いつグーパンが飛んできてもおかしくない。とか、青葉さんだったんだ。そうや、一人で分かってないで説明してくれない？私には全く話が見えないんだけど。 でもチャンピオンシップでね、今の話だったら大体なんか流れで分かりそうだけどね。あ、ごめんごめん、優しい。光圀って去年のバズスピハイスクールチャンピオンシップ決勝大会ベスト16で負けちゃったじゃない。その時、負けた相手にリベンジしたいって、光圀が話してくれたことがあって。なるほどね。それで、その相手というのが、青葉さんと。これでみんなにね、青葉さんと光圀の実力差っていうのがね、みんなに知れ渡ったね。うん。それじゃあ、光圀さん、青葉さんとの約束というのは。なるほどね。そうだよ。バトルだよ。リベンジマッチか、光圀。燃えるね。いや、去年戦った時、今年の大会リベンジを果たすと言われておったのだがな。まあそうだ、お互いね、レンさんは俺に負けたし、光圀はね、宗次に負けちゃったもんな。俺も日和も当たり前に負けてしまっただろ。だからな、今日改めて言うわけだ。まあ今の状態だったら実力はね、わかんないですからね。まあどっちもベスト8まで行ってるわけですから。1年越しのバトルで言うわけですか。これは英語を見せてもらえそうですね。おう、そのつもりでこの1年準備してきたからな。なおね、これはもう、一年、高校生活最後の、まあ、激闘だな、これは。期待してくれていいぜ。これはちょっとお金払いたくなっちゃうな。おお、それは楽しみだな。これちょっとあれやん、ね、あんなに、
観客席一席いくらとかでちょっと金取りましょうよ。ああ、思いっきり楽しませてやるよ。それじゃあやるぞ、アオバ。来たね。うむ、相変わらず手首に術巻いてんだっすね。ね、腕時計みたいにつけてよ。頑張って、三つ国。おう。いや、頼むぞ、三つ国。後輩が見てるんやぞ。愛しの後輩が。ね、すごい頼りにしてもらってる後輩がおるんやぞ。お、これはまさか、ドラグの破壊神でアタック。どうだ、ドラグの破壊神、もう三つ国はもう速攻アタックですからね。くっ、フラッシュはない。ライフだ。おー、これはまさか。おー、来たね、三つ国。借り返したね。よし、俺の勝ちだ。くーくー、最後の最後で押し切られてしまったか。いや、レンさんの負けるとこなかなか珍しいな。俺以外に負けるのってなかなか珍しいな、レンさんな。やったね、三つ国。いや、もう後輩の前だからね、ちょっとカッコつけたね。おう、やったぜ、トウヤ。カッコつけちゃったね、後輩の前でね。いいとこ見せてよかったね、見せてよかったね。いいバトルでした。三つ国さんも、大場さんも、さすがです。はい、本当に見応えのあるバトルでした。みんな落ち着いてんな。もうちょっと盛り上がってくれや。いや、見事だ、日和。よくもまあ、そこまで攻撃的なデッキを組んだものよ。本当にね、三つ国のデッキはね、もう序盤から終盤まで、本当お世話になりっぱなしでしたからね、僕もね。おう、お前に勝つために赤属性の強みをとことん追求して作ったデッキだ。まあ、赤属性にしかできんよな、あの攻撃性は。まあ、赤の世界とかもあるからな。この一年やってきたことの結果が出てきてよかったぜ。まあ、よかったな、なんかすっきりしたね。赤の強みを。よかったらデッキ見せてもらえません？うちも赤使いなんです。この服見てわかるでしょ？服からの赤アピールすごいな。どんな構成にしてはるのか気になるんですけど、気になるんですけど。気が出たな。おう、いいぜ。別に減るもんじゃねえしな。全然ね、同じ赤属性で、竜といえど、ね、竜人と気流だからね、全然ちゃいますからね。あ、じゃあ私もカウンターのマジックとか気になるし。なんか絶好標準だったっけ、このデッキやったら。みんな人気も、三つ国人気者やな。じゃあ僕も三つ国のデッキって詳しく見せてもらったことがなかったんだよね。おいおいおい、お前だな。嬉しそう、三つ国。嬉しそうやな。いや、それは後にしてもらおうか。まだまだ俺たちの決着はついていないのでな。あ、3回勝負ってやつですか、もしかして。え？いや、決着って、今俺勝ったろ。あれ、往生際が悪いレンさん。レンさん、うむ、これで即戦績は1対1、イーブンであろう。出たひより、これで決着がついたと言えるか。なるほどね。今バトルしてくれたら、お互い分かり合ったよね。三つ国もレンさんがこういうこと言うんじゃねえだろうかって、うすうす感じてたのかな。確かに、お前に言う通りだな。決着というのは勝ち越してこそ、だよな。出たー。男同士の戦いが始まるぞ。そういうことよ。負けっぱなしで終わってなるもの。いいな、熱入ったね、お互いに。どうしたの？あら、レンさん、もう時間ですわ。帰らへんと。今いいとこなのに。クライマックスじゃん。いいとこじゃん。レンさん、閉まらないね。帰りの電車、このままやったら逃しますよ。でも夜遅いのかな？もう終電とかなんですかね。ちょっと、投薬のうち泊まっていきませんか？スペース空いてますよ。ベッド、隙間空けときますよ。いや、しかしだな、ほのかくん。今乗っておるのだ。この高ぶりをこんな中途半端な。船不完全燃焼でね。レンさん、勉強集中いけなくなっちゃうよ。そう言われましても、電車待ってくれませんし。電車待ってくれへんのか。そこをなんとか、一本遅らせるとかだな。何か。それ一本ぐらいええやんね。坊さんがそんなに執着してどうしますの？あんまりごねるようなら住職に連絡しますけど。怖い、ほのかさん。さっきなんか子供の時のやんちゃエピソードをいろいろね、暴露されたから、その仕返しと言わんばかりにほのかさん、暴れますね。うんな。レンさん一本捉えましたね。手玉に捉えてるよ、レンさん。すまんな、日和。ま、時間じゃね、時間じゃ仕方ねえよ。あば、またやろうぜ。あ、これでまた会うときは来るのでしょうかね、二人がね。お、必ず、また近いうちにな。これ、でも、レンさんとほのかわさんとかも戦えるよね、もう一回ね。お、必ず、また近いうちにな。あ、言ったわ。次は、今日の夜にはいかんからな。いいね。楽しみだね、レンさんね。また調整してくるよ。それでは、ごちょんせいくだっての。いいね。やっぱこの二人はね、まあ大会の、まあ、エンディング前のその、ベスト16のね、三つ国が負けた時から関係があってね、これまた強固なものになりましたね。これ大学生になっても楽しみだ。
はい、姉さん、それじゃあもう行きますよ。引っ張られてんだろうな。首元引っ張る、ガーって引っ張られてんだろうな。では皆さん、またどこかで、また会えるといいですね。結構遠そうだ、関西の方ですからね、結構遠そうですからね。はい、またバトルしましょう。おう、姉さんよかった、吹っ切れたようでね。はい。いや、ありがとうね、本当にね。さてと、じゃあ次、青葉が来た時に向けて特訓しとくか。いいね。とうや、ゆう。ちょっと付き合えよ。時間いつなんだろうね。もう一本遅らせるとか、でもギリギリなとかじゃないのかな。はい、もちろん。うん、うん、いいね。この3人はね、もともとなんか子供の時から付き合いがあったようでね。おお、なんかほの母さん、あの、私たち送り迎えしときます。あの、別れる時に手振っときましょうか。ちょっとほの母さんの方行きましょうか。で、これで終わったらちょっとレンさんとバトルしましょうか。え、どうしたの。んどうしたん言う。急に二人の、ね、仲良くね。ん、ほのかさんからメッセージが来てて。うん、だから、ちょうど帰る時かな。それか、また別の日かな。へぇ、赤井さん、なんて。それが、今週末、遊びにおいでって。あ、遊びにおいでか。今度逆か。逆パティンか。誘って誘われてか。なるほどね。あ、出た。相変わらずおしゃれなとこやな。何人ば、部員おるなんて感じやけど。ほのかさん、しあといです。あ、こんにちは。あ、ゆうちゃん、待ってたで。え、待っててやろ。それ待ってますよ。あ、で、出た。おー、ゆぴー、ハロー。いつもいるな。ゆうのいいとこに君ありって感じやな。おい、女子が3人。おい、トウヤくん気まず。トウヤくん気まずいぞ。ハローじゃなくて、姫、どうしてあなたがいるの。出たね、またね、会っちゃったね。そうではね、うちが呼んだから、なるほどね。イエーイ、ね。どういう関わりなんでしょうね。まあ一応、んあれ、決勝大会の時もね、まあ一応話してたから観客席の方で。いえ、いえ、じゃなくて。相変わらずですね。姫ちゃんとはね、決勝大会で仲良くなったんよ。まあ一緒に戦ったからかな。一応ね、戦ってはないけど、直接ね。大会でトウヤに負けてたからな。お仲間だと思って声をかけたのだ。なるほどね。そしたらびっくり。この夏休み、ユッピーとバトルしてるって言うじゃん。こりゃもう仲良くなるしかないよね。本当に、あれだな、コミュ力じゃないけど、行動力すごいな。負けてたから声をかけたって、あなた、本当にそういうところで物落ちしないのね。でもこれはもう一種の才能だよな。おう、姫ちゃんは無敵だからな。本当に無敵。無敵の人みたい。本当にメンタルがね。メンタル、かっこメンタルね。それで、ほのかさん、どうして私と姫を呼んだんです？あ、そういうことね。トウヤくん呼ばれてないのね。まあ、どうせやったらね、なんか、フーコさんとかね、お嬢とかも呼んでほしいとかありますけどね。うん。え、メッセージで送った通りやけど、大会でゆうちゃんと戦いたかったけど、にじみやくんに負けてしもて戦えへんかったから。なるほどね。だから姫ちゃんとも、あ、でも戦ってはないよな。レンさんとひよりさんみたいに別の機会を作ろうと思って。そしたら、姫ちゃんもゆうちゃんも戦いたかったって言うてたのを思い出してな。だから三人一緒がええなと思って、まとめてってことか。いいね。あかんかった？いや、これはもうなんかバトスピー以外のところもね、なんか女子会的なやつもできるんじゃないですか。ちょっとね、都会に繰り出してね。ちょっと行きましょう、いろいろね。え、ゆぴ、姫ちゃんもいらない感じなのか。そんなことはない。そんなことはない。そんなこと言ってないでしょ？ほのかさんだけだと思ってたから、ちょっと戸惑っただけよ。そうだ。いきなりだからね。お、よかった。危うく泣いちゃうとこだったぜ。無敵じゃなかったの。泣いちゃう泣いちゃう。はい、それじゃあ早速バトルと行きましょうか。段取りがうまいほのかさん。さすがちょっとお姉さん。おか、さすがほのかさんね。段取りっていうか仕切ったよね。そうですね。うー、1年1年3年やからな。もう大先輩大先輩。けどただバトルするだけじゃ面白くないから、せっかくや、総当たりで、うちの中で誰が一番強いか決めへん。一番を決めよう、この中で。お、いいね、姫ちゃん。第三世。はい。私も構いません。そういうのでランキングとか好きそうやもんな。う、覚悟しろ、ユピエ。あ、もう準備してるわ。ディーバデッキもね、強いからね。準優勝できたのは、大会で姫ちゃんと穴が通らなかったかだってことを教えてやるぜ。姫ちゃん一年生やからな。一年生でね、なかなか、こんな上まで行けるっていうのはかなり才能がありますからね。言ってくれるじゃない。だったら私は準優勝者の実力を教えてあげるわ。怖いな、ゆうちゃんな。今ちなみに天気これ雪なんでしょうかね。
あらあら、二人ともやる気満々やね。これはほのかさんも黙っておられへんな。もちろん。けど、ひめちゃんは最初お休みで、まずはうちとゆうちゃんからやりまひょか。まあでも、部内戦みたいな感じで総当たりだからね。まあ、次。でも次の2回は連続でひめちゃんできるから。え、なんでほのちゃん？だって、うちも早くやりたいんやもん。ひめちゃんにはお菓子あげるから。まあ、でも立てられてるわ。手名前取られちゃう。ええんかいお菓子をくれるならしょうがない。やっちゃえ、ほのちゃん。ちょ、もう、お菓子で騙されたな。騙出されたな。あなたね。まあ、ええやんね。ただよりうまいものはないんやからええやん、それで。だって、姫ちゃんも譲ってくれたことやし。そしゃ、やりまひょきゃ、ゆうちゃん。なるほどね。負けへんよ。でも、ゆうちゃん、そうだね、まあ。で、あれだな、多分、三つ国のデッキ見て、多分、強化パーツね、強化カード入れたでしょうからね、だいぶ強くなってると思いますからね。はい、望むところです。頼むぜ、ゆうちゃん。買ってくれ。東也くんが待ってるぜ。お、この表情は、もう顔でね。ありがとうございました。また、やられてしもた。ああ、よ、やられてしもたもん。さすが、バトスピハイスクールチャンピオンシップの準優勝者やね。夏休みに入った時とは別人やわ。やっぱその時やっぱね、もっと強くなってたんやな。あの時とはいろいろと違いますから。レンさんともね、会ってね。そうみたいやね。顔もあの時と比べたら随分と晴れ晴れしてるし。そやね、もう、やっぱ5年間のこのね、長い期間のキャリア的なやつはね、もうゆうちゃんもトップレベルですから、この5年間の間のね。努力っていうのは。ほのかさんやおばさん、いろいろな人のおかげです。その説は本当にありがとうございました。いえいえ、うちは見てられへんかっただけやから。手を差し伸べた。困ってる、君が困ってるように見えたから。助けてよ、そんな顔してたから。はい、おしゃべりはそこまでだ。次は姫ちゃんの番だぜ。また出たよ。ほら、ゆっぴ、早く次のバトル準備して。お菓子あげるから。キノコの山がいいですかね。それか、プリーツとかかな。あんまチョコとか食べると、ね、顔とかちょっとニキビとかできそうだから、ちょっと、プリーツとかの方がいいですかね。あらら、ひめちゃんはせっかち屋さんやね。もう、ちょっと待ちなさい。すぐ準備してたから。楽しそうだな。そしたら、うちは新しいお菓子とお茶の用意でもしとこうかな。なんか、綺麗ですね、雰囲気が。ジョワージョワーえ、お菓子？うん、姫、あなたね。まあ、どっちがメインなのかって感じやけどな。さあ、一応に女子会、まあ、女子たちはね、ちょっと、この母さんの、まあ、ホームでちょっとゆっくりしていただいてる間に、俺たちはね、俺と東也くんとレンさんをちょっと男同士の熱い熱い、ホッティーなバトルをね、やりましょうや。ここで使うか。でも、お金の話かな。パックの話かな。兄ちゃんめっちゃ悩んでるな。あ、ゆうちゃん終わったんや、もう、女子会は。別にいいわよ。時間あるんだし、考え抜いて答えを出してくれれば。私はそれを上回って勝つだけだから。まあな、今んとこ、でも結構ね、チャンピオンシップから時間経ってるけど、今んとこどっちが勝ち越しなんでしょうかね。お姉ちゃんかっこいい。うむ、自信は人を輝かせる最高の化粧だからな。もっとも俺は最善を求め、苦悩する顔にも魅力があると思うが、苦悩に満ちた顔がたまりませんね。レンさんド M です。そうか？私はなんとなくわかるけど、翔太くんには少し早い感覚かも。あ、じゃあ、この中でやったらなんかレンさんはもともとここにいるのが当たり前みたいな感じじゃん。で、今日はもう普通にアポ取ってみたいな感じか。あ、やっぱそうでもなかったみたいです。え？ん？なんか違和感。投薬のポジションカッサだったもしかして。あれ？あれれ、おかしいぞ。あ、おばさん。なんかね、そっとくるよね。すってくるよね。なんかあるんですか？そういうなんか、正面ドア以外にも、裏からなんかドアとかあるんですか？お、ちょっとぶりだな。おひさ、レンさん。二人とも息災そうで何より。ささ、鬼構わずバトルを続けてくれ。見てるの楽しそうやな、レンさんな。いや、続けてくれって言われましても。なんでいるんですか？でも3年生でなんだろう、もう受験勉強とかも置いたんですかね。置いてて暇なんでしょうかね。なんでとおかしなこと、先日開業に行っておいただと、また来ると。早いんじゃないですか、それにしても感覚が。いや、確かに言われましたけど。さすがに早すぎると思うんですけど、まだ一週間しか経ってませんよ。まあ、でもな、体が勝手に動いたとかそういうことやろ。楽しそうやからな、みたいな。
いやあ、やつに負けっぱなしというのがどうにも悔しくてな。それで急ぎ約束を問いつけたのだ。なるほどね。他の相手なら、例えば、ほのかくんが相手であれば、別にここまで悔しくもないのだがな。まあ、そうやな、もうなんだろうね。やっぱ一勝一敗で終わっちゃったからね。もう次の一戦早くしたくても辛抱たまらんのでしょうな。やはり日和が同年代の男というのが引っかかるのであろうな。いや、俺はまだまだ青い。藤岡弘みたいななんかね。笑い方するね、レンさんね。うむ、俺の自信はそんなところだ。お前たちはさっさとバトルを続けよう。あのね、光国待ちか。光国ちょっと、ね、待たせてるよ、レンさん。急がないと。実のところ、どのような勝敗に至るか気になっておるのだ。結構いい勝負なところなんでしょうかね。なあ、少年。君もそうだろ、少年。うん、早く続き。見たい見たい。優勝者と準優勝者かな。それは見たいに決まっとるやろな。と、言いたいところだけど、トヤ、どうするか決まったん？う、あと、ちょっと待って。早くしないと。あい、5、あい、4、あい、3。せかすか、ゆうちゃん。どっちが勝ったんでしょうかね。あ、どっちが勝ったか教えてくれないですか。いやー、見事なバトルだった。特に白鳥。最後の大学に迫る手腕、素晴らしかったぞ。先輩武士が。ああ、ほら、さ、先輩武士がすごいですね、レンさんね。ありがとうございます。兄ちゃん、残念だったな。あらま、トーヤくん負けちゃったの。うん。完全にユウのパターンにはめられちゃった。ああ、なるほど。どうしても防げないんだよな。いやね、やっぱ、ハオデッキだからさ、なんかバーストとか破棄されちゃうとね、もう一気に崩されちゃうからね。なかなかきついところもあるよね。で、やろうな。今、シガタのシアトリは、用意周到に準備を整え、完全に勝てる状況を作ってから攻めかかっていたからな。まあそうだね。一気にライフを削れるようにするまでね、スピードを待機させておくっていうのも戦略の一つですからね。あの状況を使える前に打破せねば、まず勝つのは無理だろう。なるほどね。だからもう、覇王デッキならではの素早さってやつを見せていかないとね。そうですね、難しいよね、バトスピってそういうとこはね。そうなんですよね。それは分かってるんですけど。私はそれをさせないようにもしていたので。なるほどね。やっぱ、東野くん対策じゃない？今回はもう、徹底的に。おお、姉ちゃん、さすがだな。さすが姉ちゃん。うむうむ。しかし、ヒューで何をしておるのだ。気づけば、もう約束の時間を過ぎておるではないか。で、ミスグリーってなんかそういうなんか時間に、なんだろうね、フリーっていうか、あんま気にしないタイプなのかな。あと5分だけ、みたいな。珍しい。あ、やっぱ珍しいのか。そうなんや、珍しいんや、ミスグリー。水着が時間に遅れるなんて。なんででしょうね。そうね。水具さんって約束事とかに厳しいのに。だろうな。あやつは人にも自分にも厳しそうだしの。じゃあもう今日という日を水具には一生忘れねえだろうな。もうね、お家が自分が遅れたってことは一生忘れないだろうね。どれ、一つ連絡を。ん？あ、来たかな、ちょうど。なんだ、兄ちゃん。いや、あやつからメールが届いておったわ。バトルを見るのに夢中で気づけなかったようだ。ああ、だいぶ夢中だね。ちゃんとマナーモードにしてたのかな、レンさん。見せたかな。メールってことはあれかな、スマホとかかな。それで、みつぐさんはなんと？うむ、風か？あれ、めっちゃ黙るやん。ぽく、ぽく、ぽく。あやつめ、逃げた、もしかして。どうしたんですか？青葉さん。ひよいのやつ。どうやら、あと2時間ほど食うのが遅れだし、2時間?2 時間か。なんで、バイト？なんやろな。なんでも、泣いてる迷子を見つけたから、家まで送ることにしたらしいのだが。優しいな、三つ国はな。その子がまさかの家から電車で片道2時間かけても大冒険でな。今、その子の家らしい。せめてで、あ、でも連絡、まあそうか、連絡してたけど、それはレンさん気づかんかったんか。なるほどね。いやで、三つ国すごいな、マジで。どこまでするんや。なんかね、警察とかに預けるとか、なんかね、他にも方法あったと思うんだけど、まさかね、一番、なんか大変な方法を選んだね、三つ国ね。すげえな、その子。道中、話を聞いたところ、バドスピアリーナがどうしても見たかったそうだ。あ、そうなんや。何、歩いてきたのかな、徒歩で。なるほど。その子もカードバトルだったんですね。すごいな、夢中に、子供だからそんな夢中になるものが、あるってなかなかすごいことですね。そうだね。じゃあ仕方ないかもね。三つ国がそういう子放っておけると思いないし。な、俺もなんかそうね、三つ国も東野くんのこと放っとけなかったんだろうな。だから、ああやって、部活に入れてくれたよな。うむ、あやつにはそんな白状な真似できるんだからかの、だろうからの、だろうからの、仕方がない。あと2時間待つとしてった。にじみや。しあとり。
これはちょっとレンさん、戦いたくてしょうがないんじゃない？もううずうずしてるんじゃないの？よければ、あやつを待っていた間、お前たち二人で、おいないとしてくれぬか？いや、もうそれはもうどんと来いだけどね。まあ、レンさんがもういいならね、もう、このレン、トーヤ君とね、ゆうちゃんにボコボコにやられて、もう、三つ国が来る頃にはもうね、戦う、バトスピア系になってるかもしれないからね。負けすぎて。いいですよ。三つ国が来るまでだ。僕たちバトルしてましょう。とりあえずバトルして心を落ち着かせておきましょうか。私ももちろん構いません。おお、ありがたい。ありがたいなぁ。ねえ。では早速、まずにじみやから頼む。いいね、レンさん。あの時の屈辱果たせるのか、果たしてレンさんは。はい。いけるか。俺はちょっとね、ガチで行かせていただきますよ。なるほどね。なんか、結構ね、このいきなりちゃんとバトルに入る前の、このストーリーが自然だな。じゃあね、しばらくちょっとやってなかったんですけど、まあ、三つ国、前ってさ、どうだったっけな、決勝大会の時って三つ国のデッキで行ってたと思うんで、じゃあちょっとまあ、別のデッキで行こうかな。でも WBS さ、マジで強いから勝てるデッキは限られてくるんだよな。だまあ、ちゃんとね、勝てるデッキを選んでいきましょうか。だから多分、D バデッキとかで行くと、まあ、ちょっと展開力ちょっとあのデッキ遅いから、ちょっとボロボロ負けちゃうと思うんで、赤起源、これどんなデッキだっけ？そう、これはね、ちょっとね、このエクスプロードラゴンってやつがね、なんか強いのか弱いのかちょっとよくわかんないですよね。だから転生した時に、この10枚破棄できるんですけど、カウント1につき。だこれね、レベル1、ね、レベル、転生時効果しかデッキ破棄できないから、あんまりなんか、デッキ破棄めっちゃしたっていう感覚にはなんねえんだよな。ちょっと難しいデッキだけどね。出勤じゃない、出動時空警察。これはあのバトスピのね、公式ページのカードをそのまま持ってきたって感じですね。どうしよっかな、悩むな、ちょっと、久しぶりだからな。派手に行くぜ。派手に行くんだけど、このデッキもね。だ青と緑の混合デッキで、まあこんな感じでね、ちょっとこれ使っていこうかな。でもあと、相手が青属性っていうのもちょっと視野に入れたいよね。じゃあね、超久しぶりにね、この神聖コールを使っていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、行動のこの星札ってやつを使ってね、まあ、カードオープンしてって戦略をね、広げていくというデッキなんですけど、結構ね、最初の方にこのデッキ使ってて、だいぶね、活躍していただいたんで、ちょっと久しぶりにね、このデッキに光を浴びせてやろうかなっていうふうに思います。まあ、デッキにね、ダンクもいるんで、久しぶりにね、まあ、ちょっとダンさんのね、ダン君じゃない、ダンさんのね、活躍をちょっと見ていこうかなというふうに思います。さあ、やっていきましょうか。お願いします、デンさん。こっちとらね、もう、この行動デッキはいっぱい使ってるからね、もう、扱い方も頭が入ってますから。お互いにやりましょう。お互いにいいバトルを転がけましょうね。よし、久しぶりだね、このデッキも。どうなんでしょうかね、展開力はどっちの方が上なのか。本当に WBS のデッキはね、もう安定して強いっていうか、弱い時がないっていうかね、本当に素晴らしいデッキだなっていうふうに思いますね、敵ながらね。さあ、まずこれバーストセットするでしょ？まずはバーストセットするでしょ？で、まあ、星札、ね、効果マイナス5000はできないけど、ネクサス。これネクサスとして配置しようかな。自分手元で相手の効果を受けず、相手の効果が数えられない。レベル1の効果も強いし、まあ、軽減シンボルね、できるけど、どうしようかな。軽減シンボルして使いたいから、じゃあ一回ね、配置だけしとこうか。そう、これね、ライフ受け、ミラージュでセットしておくとね、ライフで受けた時手元に、置けるっていう結構強い効果もあるんだけど、まあこれデッキ3枚入ってるから、まあもう1枚出てくるでしょ。まあやっぱ星札でね、手元にカードを置けるから、そのカードでね、もう一回このスティールムーミラージュが来てくれる場合があるからね。だからこの転生後の効果がね、これ強いのよ。でもピンポイントで青の重速攻がないっすね。ピンポイントで赤の重速攻はないから、あ、でこれで、そう、こういうのがね、合うのよね。そう、たまに。そう、こういうのがきついのよ。これなんだっけ、相手による自分のスピード破壊後だっけ。あ、ライフ減少か。ライフ減少だから結構すぐ出てくるな。アタックするかな、アタックしないか。そう、これね、手元に置い、相手もさ、手元効果か。いいね、手元バーサス手元だね。どっちの手元が、蓄えがあるかちょっと勝負しましょうや。まあ、とりあえず、これアタックし効果はちょっときついから、コスト3でしょ？で、3にしたら1で召喚できるから、まあ、どっちでもいいか。2、1。まあ、これでいいや。でね、このデッキのいいところはね、この星札の効果で、この
大地先生、子供持つカード全部ですかね。40枚全部この系統持ってんで、確実にこの効果発動しますからね。あ、で、嫌な予感がするぞ。嫌な予感がするぞ。手札1枚発揮すると1つでフィード。先にこれちょっとやらしとくか。これ手札捨てて、あーなるほどね。嫌な効果やの。嫌な効果やの。で、2枚ドローして、そこ残るんか。で、発揮して戻すと、もう本当に、ピンポイントで効果発動するからマジで強いよな。あ、手元もダンサーなんだ。とりあえず手元にカード置きたいから、だってネクサスも配置しておきましょう。軽減シンボルありますからね。で、これ コスト3以上のね、テンスネクサスか。これで軽減シンボルが2つで、で、手元、ボイコは2個置いて、あ、自分手札1枚手元に置く。で、同じ色を持つ。同じ色を持つってこれ、全色ってことなのかな。これ発揮した時の効果あるかな。もうこれバースト怖えな。バースト怖えから。これなんだっけ。どうしよう。これ一回じゃあこれを手元、ん？一枚手元に置く。これちょっと破棄しとこうか。よし、行きましょう。あ、まあ、危ない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 。これで一回戻しておいて、これじゃあアタックしてダンさんのさ、やつちょっと戻しておこうぜ。よし、やっておきましょう。ないかい。ないならこっち効果使わせていただきましょう。これで2個置いて、これ多分全色持ってるよね、これ。だって周りレインボーだもん。レインボーだもん、周りが。これで OK、今回多少選べるね。いやー、これいいね。手元に置きつつ効果発動できるのはでかいね。で、これアタックしましょうか。よし、とりあえず相手の手札減らしてーな。よし、OK。バーストマットしなかった。これね、やっぱさすがダンさんだね。ダンさんにしかできない動きだ。で、次のターンでこのね、ハイエドファント使って、で、あの、相手のネクサス一つを破壊したいけど、ラクシミは破壊できないんだよね。効果なかなか発動しにくいね。よし、あ、ネクサス来た。オッケー。いいネクサス来たね。相手のボールをすべてに置く。置いちゃった。ちょうど置いちゃった。申し訳ないね。タイミングよきよきのよきよ。よきよきのよりのよきよきよ。さて、ラクシミもう一枚配置してきた。あ、違うか。ね、実況者ビバーン。ああ、これか。なんかネクサスいっぱい出てきたね。急になんか、急に展開してくるから本当に怖いよな。ああ、またコア来たよ、これが。あ、やばい、破棄されちゃう、手札が。手札破棄されちゃう、なんか効果発動しちゃうよ。大丈夫、グラモカネクサスを破壊されにくいからな。うわ出たー。よくやるよ、本当に。本当によくやるよ、君はね。で、コアを。ああ、もうそこまでして召喚したいのか。そこまでして君はこれを召喚したいのか。で、これでコア1個置ける。ね、これ何召喚事故か、ああ、そういうことか。破壊したかったのか。ええよ。ええで、それぐらい。よくちゃ余裕、結構余裕なとこありますからね。そこのスピード DP 高えな。1万だよな。で、このネクタスの効果で、あ、でもな。とりあえず、赤の世界ちょっと破壊だけしとこうか。赤の世界とりあえず破壊だけしといて、で、手元にコードがあるとき、ボールが怖いか、このスピードを受ける、ボールが怖いに代わりにか。どうしようかな。これ、軽減シンボル3個だから、じゃあ先にこっち召喚しといて、じゃあボルがコア2個増やしておこうか。で、自分のスピードを受ける。で、これをこっち置いとこうか。OK。いや、2個はチャージできるのでかいな。ん？相手のスピード、期限を使うのスピードで一体起動できさせることでか。マジか。そっか、無効できるのか。バシンダーの効果通しておいて、そっか、めんどくせえ。めんどくせえ。先にこれ召喚しといて、あれ効果、無効にすればよかったなぁ。これで点無効にして、あ、もう手がなくなっちゃったよ。まあ、どっちがめんどくさいかって言われたら、間違いなく青の世界やから、まあ、効果発動せんもんな。これちょうどあれ、ちょうどいいと。じゃあ次のターン、ちょっと一回待って、このターンは。このターン一回待って、レベル23で、欲しい札、アイテムスピッター起動させるか。いや、これコアチャージしたかったな。ちょっとこのタイミングしたかったけど、まあ、一回スーしとこうか。相手だんだん展開してきたね。あー、レベル、アタックすんなよ。絶対アタックすんなよ、おめ。やだ。かあはは。このターンで倒せると確信したのか、お前。じゃあ、まだまだいけねえぜ。これ転生すんのか。いやー、ちょっとスピード展開してきたね、急にね。楽しみにつく。コア、やっば、お前。どんだけ乗せとんね。これはもう、手足タイム、手持っても、手札ないもんね。もう一回ライフで受けちゃって、バースト発動させていい気がするな。ん？大丈夫かな？あ、これ、あれがスピードになったんか。
これで5点狙えるのか。しかもカウント1だから、これシンボルがさ、これね、なってんだよね。じゃあ大工で受けといて、でもバスターズをさせとくか。スコーピオン、リザーブにお関係はアタックできない。だからもうリザーブ相手壊ねえからな。もうアタックできへんよ。これ召喚。いいね。バーストやっぱ奇襲性があるから、いやね、使ってて楽しいね。よし、なんとかして。あとは、コストに控えたスピッチで、コスト4か。まあいいじゃないの。破壊してな、これアタックしない。おテンパランス来た。いいね。DP2 枚か破壊できるからね。でも軽減シンボルは発動してるから、これもやっちゃっていいかな。やっちゃっていいか。ね、これアタック、相手はアタックセプシルできない。難しいな。手札のカード。まあ、星札2だからね、もう。でもコアが少ねえんだよな。なんと言ってもコアが少ねえんだ。ライトンスピットの破壊。でも2体破壊できるからさ、もう。例えばもうアタックステップで、これと、でしたらこれ、でしたらもうさ、これ転生したら、なんかシンボル追加できるとかめんどくせえ効果あるから、でこの2体をちょっと欲しいだな、効果で。破壊しときましょうか。破壊しときましょうか。これ召喚。で、金貨2枚手元に置く。で、手元のカード増えるからね、次のターンから展開できるぜ。で、これでこれと、まあ、これかな。転生が本当にめんどくさっちいからね。で、これで、これじゃなきゃレベル4か。1コス払ってか。これレベル2の効果で発動させたいけどね。自分の手元にある3枚付き、ダイトナイフ置けるから、そうだよな、置きたかったな、置きてー、置きてーけどコア足りねー、全部レベル21コアが3か。じゃあ手元のカードなんかセットしとく。召喚、あ、手元のバーストだけか。手元のやつは召喚しかできないのか。これちょっと厄介だね。これ配置しといて、まあ、特に意味のない配置しといて、これセットしたかったな。まあいいや、もう一回メインステップ使用させておいて、ね、一回ね、単勝しておきましょうか。これはね、結構いいんじゃないですか、展開としては。まあ、ただ、もうこのターンで何か、展開されたら困る。まあ大丈夫だと思うんだけどね、スピットも。まあ、2体いるからまあ大丈夫。OK、いけるか。このターンは耐えれるんじゃねえかなと思うけど、あ、来た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 大盤振る舞い。なんで、まばらなコアの置き方なんなんだ。あ、でもレベル3きついな、これ。そっか、レベル、レベル DP プラス3000。あ、そっか、こっちから DP プラス3000してんのか。それはもう DP 高くなるわな。あ、なんだっけ、このカード。このアイテム効果で破壊されたとき、自分手元に書いてマッキすることで。まあ、こっちかな。うまいまで手札戻すことで。あ、じゃこれで戻せるから、じゃちょうどいいじゃん。コアがどこか。これで、じゃあ、これ手元に戻してって感じにしようか。これレベル1にして、今の手元に戻すことで、これでバーストがセットできるから、また間ブロックできるわ、性能が。いいね。で、3枚置いて。いいね。これはいい展開力じゃないですか。これミラージュもセットしちゃおうか。ミラージュコア何個だっけ？コア、2個か。2個か。ちょっときびいな。2個ってことは、バーストね、セットしちゃったら、できないってことだもんね、このテンパラスのやつが。あ、レベル、レベルな、2万だもん、2万2000やもんな。ちょっと厳しいとこもあるな。押し札の効果一つを、自分手元にあるコストはないかの。ひー、これ置いてもいいけどな、こっちにする？こっちにすりますか。こっちにして、まあ、一回このターン待ってもいいもんな。待ってもいいもんな。ボールが怖い子を蹴る。いやー、ちょっとな、むずっ。難しいね。これ3個でしょ？で、今コア2個。やっぱコアの数が少ねえから、コア部して、コア部してから、これちょっと召喚しとくか。一回このターン待ってもらおうか。まあ、やもんな、スピッドおるし。スピッドおるし大丈夫やろ。これはボイド怖い子を言ってもらって、レベル2にしてもらう。で、今、あ、でも手元に青のカードあったっけ、今。あー、ねえわ。そっか、このカードのこと考えてなかったな。このカードのこと考えてなかったから、一回じゃあターンエンドかな。コア、一個でも35秒で何もできないから、一個すらだって召喚もできない。一回ここは待った方がいいな。一回ここは待っといて、一回ここ待っとこうか。相手のな、相手の手札の内容自体だな。
もう次のターンからもう攻めますから。これなんだっけ、コードモツカード3枚付けか。もうちょっと展開したいね。もうちょっと手元に置きたいね。これでもすべて、これで3枚オープンできるから、これもちょっと使っていきたいな。使いたいカードが多すぎるんだわ。あ、これコスト、あ、そうか。待って今。これ、自分の、あ、OK、重装甲。あ、赤、青があるから大丈夫だ。OK、OK、OK。で、今手元に、白と紫か。じゃあちょっと行きましょうか。コスト戦、せっかく、こんなにこうあるんでね、使わないわけには。いかないですよね。3枚オープン。で、手元に置く。今、2で、2で、あ、OK、いけるね。これでせっかくだから、これで手元に置くコアね、増やしちゃいましょうか。レベル1にして、で、これで3枚オープンして、なるべくね、全部手元に置いちゃいましょう。全部置けるかな？すべてを手元に置ける。で、これで一気に5枚置けるかな？ OK！ これでけえな。で、これで手元に置くです。同じ移動持つスピード破壊できるから、これあのスピードも破壊できると。最強じゃないですか、これ。でもこれレベル3にしといて、いいね。で、これで段の効果も使って、手元に置いて、アタックしようか。そしたらこれで一回じゃあターンエンドしといて、でですね、これを破壊しとけば、フラッシュタイミングで手。自分の、あ、でも自分のアタックステップか。俺はええわ。で、行動3枚です。あ、このタイミングで使うのか。で、これで1個削る。あー、マジか。これなんだっけ？これ、このバトルだっけ？手札戻されない？大丈夫か。コストした後に召喚する。あー、アデックスか。そっか、このタイミングでアデックスか。これちょっとなんとかしたいな。このバトルが終わったらだもんね。これちょっとなんとかしよう。ザ・ビーストちょっとなんとかしたいね。で、相手の同じ移動含まれたスピリット破壊やもんね。いや、これ無限に使いたい方だよね、これ。で、2個削って、全然壊るからね。これ手元に置いて、これいいね。これどの移動にも強するからいいね。ザ・ビースト置いといて、こんなDPの高いスピードも置けまへん。いや、展開力いいね。待って、今、黄色？こいつなんだっけ？前職か。前職だから逆に、これ置くことでさ、できんじゃないですか。置くことでこれを何色にもなれるからね、相手。じゃあこれ置いといて、大丈夫ましたっけ？ OK！ 前職持ってるのがあだとなったな。よし、OK！ これでフラッシュタイミング終了しといて、アタック。いいね。まあこれ効果が終わっちゃうから、アタックセプ終了と。でもまあ相手のね、手札もないし、まああとは勝ったんちゃいまっか？あとは時間が全部解決してくれそうやな、レンさんね。レベル2。で、も別に今、で、コア。でもこれも次アタックしちゃったらさ、もうこの手元の数的にももう勝ったも同然よね。あったんじゃないか。いや、強いね。やけくそや、相手。やけくそだやけくそやぞ、相手。コア10個乗せてるぞ。アタックする気なんかさらさらないのに。あいつ乗せまくってるぞ、コア。よーし。じゃあもうこれアタックしてね。これ7枚あるからもう全部破壊しちゃうぞ。お父さん破壊しちゃうぞ。これで、じゃあ一応ね、一応予備として、で、コアをちょっとセッティングしとこうやないの。ミラーセットしといて、まあ、守りも固めようやないのね。で、これレベル2にしといて、まあ一応アタックステップ使用されずに、耐えときましょうよ。耐えときましょう。これレベル2さんの効果を通しながらアタックしていきましょうか。これとどめじゃないですか。2個あるからね。というわけで、で、先生持つことが定めつき、相手のコア1個とはしておくと。2個ダッシュードでありがとうございました。その強さ、しかと堪能させてもらった。WBS デッキにここまで優位に立てるとは思わんかったな。やっぱさすが序盤からずっと支えてくれた、ね、もう、ダチだよ、ダチ。前面だ、前面。こんな前面なんでいけなかなか出くわせねえよな。やったぜ。ありがとうございました。いやー、レンさん、今回はちょっと圧勝だったね。圧勝も圧勝やったな。おお、さすが、俺たちを破ったチャンピオンよ。まあもうさすがですよね、こればっかりはね。見事に任されたわ。嬉しそうだね、負けたのにね。やったな、兄ちゃん。うん。結構攻めたから、きつかったけどね。でもね、やっぱ攻め、いや、まあ WBS でもね、なかなか攻撃的なデッキやもんな。これよりもっと攻撃的な三つ国のデッキもありますけどね。さて、コーナウトだ。だけど、その二地味は完封したシアトルの強さが、いかほどのものなのか、気になるな。これね、逆にレンさん勝つ可能性もあるからね。
うんだね、勝負は時の運ですから、もうしょうがない。分かってます。トヨと私で相手を捨ててお話でしたから。やる気満々ですね。次は私がお相手します。青葉さん。おう、すまんな、しわとり。みつぐに行く、2時間やからな、結構、バトル戦闘みつぐになかなか来ないよな。ぜひ、お前の力も俺に堪能させてくれ。ゆっくりと味わいな。担当食べ。はい、存分に。表記デッキやからな、結構守り固いもんな。あー、終わっちゃった。なるほどね。みつぐ兄は、あれ、もう、戻ってこない。みつぐ兄は子供のとこにいっぱなしか。はい、じゃあというわけで、これで一応イベントは全部終わったんで、まあ、ショップ開いても、まあ、パックの内容が別に変わってるわけでもない。まあ一応ね、これでカードも一応全部3枚ゲットしたんで、また来てね。また来て、また来ます。これエンディングかな？エンディングはもう見た。一応ね、このゲームのできることはもう全部やったかな。あとまあちょっと最後にね、ちょっとランクマッチしましょうか。一回もやってなかったらちょっとランクマッチしましょうか。プロフィール、なんだっけ、デッキ？どこだっけ？バトルか。バトルで、ランダムマッチ。ランダムマッチ行きましょうか。ランクはちょっと怖い。ランクはどうせ魔境でしょ？よっしゃ、三つ国、いいとこ見せてやろうぜ。これ、いけるかな？これ三つ国のデッキ、一応なんかこのゲーム推奨のデッキやけど、なんか人相手にいるかな？っていうか人がいるのか、そもそも。だいぶ前やからな。このゲームもね、だいぶ、なんでしょう、2021年のね、2年前とかもう本当にだいぶ前のデッキですからね。まあしかも今時間が時間ですからね。今ね、深夜の2時です。いません。深夜の2時はなかなか、この時間いたらマジで、魔境やと思うからな。もう、この時間にいる人なんてもう、コネバトに魂売ってるような人たちだと思いますからね。もうよっぽどの猛者たち、よっぽどの猛者じゃないとなかなかいないんじゃないですか。そもそもいないもしかして、猛者が。まあなあ、難しいか。まああと10秒だけ待とうか。10、あ、9、あ、8、あ、7、あ、6、あ、5、あ、4、あ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 いないっすね。はい。またね、ちょっと、まあ、これはちょっと動画界で、まあちょっと気が向いたらね、ちょっとランダムマッチでもしましょうかね。はい。じゃあというわけでね、バトスビッツコネクテッドバトワーズでした。最後クリア後要素まで結構やってね、まあストーリーとかも結構楽しめた。まあ個人的には、ね、結構な、まあ、神ゲーなんじゃないかなっていうふうに思います。いや、今のね、バトスピ、まあ今のバトスピっていうか、まあ今このゲームの中にはバトスピもだいぶ、まあ、前っちゃ前なんでね、まあでも、まあ、ソードブレイブまでしか知らなかった自分がね、まあこうして、まあその転生編の、まあ転生とかね、あとはなんだ？まあソウルバーストとかミラージュとかね、なんかよくわかんない、あのギミックみたいなやつもね、まあ学ぶことができたんでね、まあこれでまた一歩ね、まあ今の、まあカードゲームの一対一戦を切ってね、今でもバトスピこんなに人気っていうのもなかなかすごいことですよね。はい、じゃあというわけでね、まあこれからもバトスピ、まあ、どんどんね、盛り上がっていっていただければな、というふうに思います。はい。というわけでね、バトルスピッツ、コネクテッド、バターズでした。皆さんもぜひね、買ってみてください。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。